おっそら勇者、プリパラ神六段、今回もやってきた。そして、今回はなんと、パーツゲット画面にカミリアが3回も来たお。さて、プリチケ紹介の前に、ちょっと、謝罪行くを。ちょっとこっち側見てもらえればわかると思うんだけど、今回ちょっとプリパラ筐体から助っ人で来てくれたプリパラアイドルが多いんだよ。なぜかというと、実は、ね、前にプリチケパキったリナチャソ。リナチャソのお友達のアリアチャソ。3種類やったんだけど、3種類とも取り直したり加工したりで各10回ずつはいじくってみたんだけど、もう全く読み込めなかったよ。すまないよ。つらた。QR コードが多分斜めになったりなんだりしてたらもうダメっぽいよね。ほぼ真正面で、こんな感じで、モノクロにしたら、こう、光がなくなるぐらい。それぐらいじゃなきゃダメみたいだよね。この黒いとこが光って、見えなくなってたらダメっぽいんだよ。で、真正面。じゃないと読めないっぽいよ。つらた。じゃあ、紹介行くよ。まずは、リナチャソ。リナチャソとライブしてきたよ。で、出たのが、ハッピークラフトサイリングシュート。なかなかド派手な、これ、外で着てるの、どのタイミングやねんっていう感じの靴だよ。よいしょ。で、次もリナチャソとライブして、あ、そうそう。さっきからユーチャちゃんが着てるのは、プリリズ適当コーデだよ。よいしょ。モノクロは持ってたんだけど、普通のカラーは持ってなかったから、モンスタートゥノスのヘアアクセ、ゲット。よいしょ。で、リナチャソで、ライブシーの、パンクスターパンツ。パンツ、見えてるよ！ひゅー、恐るべしだ。よいしょ。そして、次は、ヒナチャソ。ヒナチャソとライブしてきたよ。で、ジョイフォーサーカスブルーシューズ。このサーカスシリーズもいまいちどれ持ってたんだっけなってなるんだけど、ね、持ってたやつ、なんか探してると時間切れちゃって結局その選択肢の最後にいたとこになっちゃうんだよね。そしてヒナチャソの、ワンダフォー違う、ワンダーランドマカロンワンピ。なるほどね。これも、どれも、いや、でもピンクは持ってなかったはず。多分。きっと。よいしょ。そしてもう一遍ヒナチャソで、てかうまいこと、デブレールン、エンジャーウーンになったわね。グッと。からのコズミック。なかなかいい感じの、コズミックが関係あるんだろうか。まあいいか。で、出たのが、ワイルドクリーンペッパーチップス。よーっ！この前シューズが出たから、あとは、ヘラアクセと、ボトムスか。ボトム、まあいいか。そして、なんとここで、女神ジュリーが来て、くれたんだよ。神ヘアアクセ。ただ、持ってたから。神スーパーレア、ノーマルレアと来てた中で、ノーマルを選ぶしかないじゃないか。いや、ま、強いて言うならスーパーレアの、なんか雪国の感じのピンクの、トップス。あれ持ってなかったんだけど、俺はヘアアクセが大好きさ。クキュッ。カミレアを捨てることになるとは、つらた。カミレアがダブルってどういうことやねん。そして、今回はもう友知家、全員紹介しちゃったから、普通にやってきたわ。そして、久々に、これとかもなんだけど、1個前に当ててたやつが色ちょうど良かったんだけど、まあ、合うかなと思ってやったら時間切れになっちゃって変な色味になっちゃったんだけど、これは色味バッチリだったよね。なんか、ミステリーレアみたいな感じのコーデ。白黒のやつ。グッド。で、あまりにもグッドだったから、たくさん買ってみた。ワーターメフォーフォートゥプス。よいしょ。で、例の水着のやつ。スタースウィートマリンシューズ。グッド。からの、ララハートスカート。こんなの履いてたっけ？
ていうか、割と地味めなやつなんだけど、いつのタイミングで履いてたんだろう。わからない。覚えてないよ。ポリティシュー・ボレンティン・トゥープス。なんだと。ボレンティンシリーズこれで結構揃ったんじゃないのか。いや、あとはヘッドパーツだったっけ。やっぱりヘッドパーツ確か選択肢に出たけど選べなかったような気が。思い出せない。そして、フレッシュ・ドレス・チーム・サイリウム・シューズ・リターン。違う。レオナ。男の子でしょ。からの、ついに来たわ。ついに来たんだわ。ホーリックスリッククラシックサイリウムワンピ。天使ちゃんのワンピが、結構、確か初めの頃、2回目か3回目に来たんだわね、初めて。からの、悪魔ちゃん。ここに至るまでが長かった。っていうか、いや、ヘッドパーツは確かこの前の、ガチャチケの大量のやつに入ってたからあるとして、あとは、ショウか。天使ちゃんに至っては他持ってないような気がするから、ワンピ以外の部分、先は遠いよ。さて、お次だ。で、ニコ動の方で、女神ジュリー来たら、その後に連呼すると、なんかカミレアが来やすいっていうから、まあ、もうちょっと時間やばかったから帰ろうかなと思ってたんだけど、もう一発期待するよってなって、秘蔵のドセクシーなやつを、チョイスしてみたんだけど、まあ、来なかったわね。あ、そうそう。さっきゲットできなかったんだけど、Heart or Angel の Freeing Shoes。これの、ワンピだっけ？上の部分、トップスだかワンピだかわかんないんだけど、着てたから、ちょっと、最近またラインナップに入ったっぽいよね。持ってないから、ゲットしたかったわ。まあいいか。そして、ヘッドパーツが、相変わらず、時間がないから、いまいち合わない。まあなんだかんだで、6回か7回ぐらい付け替えして、あとはプリチケばらまいてると時間経っちゃうわね。つらと。そして、相変わらずプリリズコーデは色味が突然変わるのがあるわね。もう、せっかく何個か用意してきたのに、この筐体に読み込ました瞬間に、あー、いいわーってなって、なんだ、データ消しちゃおう。これも真っ白なはずだったんだけど、なかなか、なんか、暗めの白になっててちょっとショックだったんだけど、でも、これはいいぞーってことで、いっぱいやるよ！レンコイン開始したら、普通に出たよ！女神ジュリーは来なかったんだけど、レンコインで、ついに揃った。Come here！ これであとは、3月の2だか3だかから始まる、ファイナリストな大会。ファイナリスト？まあ、いや、とにかく最後の大会。誰でもできる、テンポでできる、誰でもテンポでテンポっぽ。おい、落ち着くんだ。誰でもできるテンポ大会。筐体で全部できるやつね。5回ライブするだけで、できるようになるやつ。あれで確実にもらえるから。これで、キャミドレスシリーズ、揃ったよ！グッド！そして、最後まで頑張ってアリアチャソ読めるかなってやってたら、二人ともプリファラ筐体から遊びに来てくれたんだけど、見事に男の子っぽい子、つまりメーンな感じで、なんか揃ったよ。しかもどっちかっていうとアニメ的に言うと、若干、まあ関係性があるというかないというか、まあなんだ、撮影の回の的な、あの二人が組み合わさってなんか、グッって感じだったわ。いいぞー！そして、ボレンティン・ヒャート・フェロックス。このボレンティンシリーズも、これでコンプしたのかな？なんかかなりいっぱい持ってる気がするんだよね。でも一回来たよ！ヤムヨのエデン・ヒャート・クス。グーッと。闇夜シリーズまだ一個持ってなかったから、ついに初ゲットだ。これで種類的に言うと神シリーズ、一応全部、一個なり二個なり全部なり、ゲットしたことになるわね。グッド。そして、サファイア・マーティング・ストロー・ジャケット。いいぞー！グッド。で、ラストは、悩んだわ。あれ？持ってたっけな？フレッシュドレスティームスタイリームシューズ男の子。ねえ、さっき出たんだよね。ただ、
これ、どの道、四つの選択肢、すべてが持ってるやつだったからまあ、サイリウムレアなだけ、ね。まあ、しょうがないよ。なんか最近選択肢なんか、だいぶ狭くない？気のせいか。まあいいや。というわけで、パキラーロ！じゃあ今日は趣向を変えて、しりとりでもしながらパキっていくを。しりとりの理から始まるを。リスト、ラ。ラクダ、イ。イカサ、マ。マ。間違い。三レシートと盗聴うかうう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 うかうわ。うち、引き。万引きの店員さんがやっちゃうやつだ。うち引き、きか。き。近隣住民に迷惑をかける。類似。まあ、偽物ってことだろ。類似品とかいうやつね。字。事故。こそく。まあ、卑怯とかそんな意味だわ。く。いいか。いいか。いかつい。さあ次だ。さあ後半戦行くよ。いいか。インフルエンザ。ザか。ザ。残酷。苦行。意につながってしまう。ダメだ。二つぐらい意につながってしまう。
打たれる。る。るか。る。ルール、無視、し。あ。しかばね。ね。ねえか。ねえ。猫。というわけで、チャオ。